どれどれ。お、あいつか。なるほど、なかなかの面構えじゃねえか。やあ、凛ちゃん、一昨日はすまなかったね。けれどおかげさまで君の人となりがなんとなくわかったよ。君は実に誠実な男性のようだ。やっぱり男は誠実でないといけないからね。一途に一人の女性を思い続けることのできる誠実さ、これが大事だ。ネリネちゃんのことよろしく頼んだよ。おい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 、抜け駆けはなしだぜ魔法。それにそいつはちっとばかし違うだろう。男はやっぱり力よ力。いざという時女を守る、その力こそがかっこよさだぜ。まあ見たところなかなかの体つきのようだしな。これなら前途有望か。シアのことよろしく頼むぜ、リン殿よ。さすがに椅子はやりすぎだと教えただろうが。普段血の気が多いからこうして抜くぐらいがちょうどいいんです。やりすぎです。リン様が驚いてらっしゃるじゃないですか。いや、驚かせるつもりじゃなかったんだけどね。やっぱりパパとして挨拶くらいはしておきたいじゃないか。ですから今日の夜にでもご挨拶に伺おうという話になっていたじゃないですか。いやあ、しんちゃんと話してたらお世話になる皆さんにも挨拶をしておいた方がいいだろうって話になってね。おい魔法、俺一人のせいにするんじゃねえぞ。おめえだって乗り気だったろうが。
れど私は止めはしたじゃないか。しんちゃんなんか行かねえんだったら俺一人で行くぜとまで言っただろう。あ、てめえ汚ねえぞ。じゃあ私も行こう。なんで危機としてついてきたくせに。はい。それでもう話を進めてもよろしいですか？ユース様だ。シアの父親やってるんでよろしくな。ま、CEO もやってるが、こいつはついでに覚えといてくれ。私はフォーベッシー。ネリネちゃんの父親であり、魔王でもある。ぜひ見知っておいてくれたまえ。お二人は結構です。シアちゃんとネリネちゃんか。いるもんなんだね、美少女っていうのは。彼氏とかいるのかな。まあ、いたところで俺様には関係ないけど、奪い取ればいいだけだし。とりあえずはお父様方に気に入ってもらうことから始めるとして、なでしこ先生、今とても信じられないような言葉を聞いた気がするんですけれど、神王と魔王っていうのは、まあそういうことだ。非常に残念。
非常に嘆かわしい。非常に信じられないことではあるが、このお二人はそれぞれ深海と魔界の王の立場にあるお方だ。そして転校生はその娘さん。私の言いたいことはわかるな、緑葉。もちろん大丈夫ですよ。俺様が必ず幸せにしますから。お前は近づくなと言ってるんだ。緑は、この二人はあくまで普通のお友達としての付き合いをご所望だ。当然ですね。どんなに熱烈な恋愛もまずは普通の友達関係からですよ。この二人の面倒はお前に任せる。超法規的処置によってそう決まった。それに関しては私から説明しようじゃないか。つまりだ、リンちゃんはネリネちゃんとシアちゃん2人の婚約者候補に選ばれたわけなのだよ。はっきり言っちまえば深海魔界の次期王候補ってわけだな。どっちが欲しいんだ。うちのシアを選んでくれりゃ深海の権力使い放題だぜ。おっと、ずるいじゃないかしんちゃん。それならネリネちゃんを選んでくれれば魔界の権力使い放題なんだからね。
まだ幼い頃のことだからね、覚えていろというのも難しいかな。君たちは子供の頃に出会っているのだよ。たった一日のことではあるけどね。幼い頃の出会いと、その時に生まれてしまった淡い恋心。二人はその思いの炎を弱めることなく、その小さな胸の中で、ネリネちゃんのバストサイズは問題ないから安心してくれたまえ、リンちゃん。むしろ立派だし、その胸の中で燃やし続け、再会できる日を心待ちにしていたのだよ。おい、マモ、うちのシアだってな、メリックの膨れまんじゅうほどじゃないが、決して小さくはねえぞ。むしろ成長途上、これからいくらだってでかくなる可能性がある。しっかりと売り込みを。お父さんはしないで結構です。はい。詳しいことは本人たちから聞くなり思い出すなりしてみてくれたまえ。それではネリネちゃんとシアちゃんのことよろしく頼むよ、リンちゃん。おう、よろしくな。
前世の頃から愛していました。無理でしょ、目の前に人参ぶら下げられた馬状態だもん。いつきくん、生き生きしてますね。ヤクザじゃない。それはいくらなんでも否定はできないですけど。あのね、二人ともツチミくんに会うためにこっちに出てきたんでしょ？全然知らないわけ？子供の記憶なんてそんなものだろうけど。シアちゃんのことに関してはさすがによく知らないのね。種族違うし、カレハ先輩にでも聞いてみたら。同じ親族なだけだし。ネリナ様のことだったら少しくらいは知ってるわよ。